しそうね。じゃーん。一緒だろ、一緒。これ声入っとんの、これ。入ってるよ。白木は。おお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 めっちゃ入ってるよ、ほら。芋よ、芋。そうそう、知ってるけど。芋ちっちゃいやつ。芋ばっかり入ってるよ、僕は。どうしたの？打たないよ、それ。はよ、食えよ。やろ？お金払えよ。どこで？出演料ね、出演料。岩本と払って。うん。学生時代の大きな節目ですね。卒業
上司パン売ってるじゃん。甘いやろ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 。まあ、フェイトフェイトはめっちゃ辛いよ。今、業務所っぱい、いっぱい売ってるよ。ねえ、お店のなんでラーメンとか、なんでなんでこれ日本の手だろ。昭和時代の卒業式そのとして定番だった今の年の今年ですが、歌詞が古文のようで理解が難しいなどの理由から歌う学校が減ってきているんだそうです。ちなみに卒業生が先生に感謝し学校生活を振り返る内容の歌だったんですよ。皆さんは知ってましたか。昭和の学校でよく使われていた機械。どこまで教習所で見たことある人いるんじゃないですか。25万で、うん、で、沖縄の学校でこの人のために25万のこれ3万くらいは面白いね。あれでもね、怖いな。そういうあれ調べたら出てきた。何万円どこ行くの。京都京都バス何個入る。何万円これ特許に行くのは京都の記憶に新しいですね。あ、これライフスタイル京都の記憶だ。警報が発令していました。あるんですよ。
山の上に銀が排出が必要という地位を定めた現象などで、銀河は銀河はない、銀河はあるけど銀河とかない、名前あるけど銀河とかない、本当には作りたいって言ったけど全部金で使ったから、お金なかったから、普通建物だけ。あさ、マイクロバスでこっちから出るって、京都までどのくらいかかる？2日半か。そんなもん？じゃあもう運転するためにね、そうやったら2時半でも出てくる。あれ高速大統領このように昭和に当たり前だった工程も並んでいるのもあります、うん、そこでこんな問題です。全然忘れてないでモザイク側の学校呼吸でいうことで、これは高速かなり大体共通割だったら、いや前に俺東京から品川まで羽田があるあれ7世代にある8000ぐらい。全然変わらないじゃん。五輪の信号、七輪の信号。だからたくさん持ったら逆だね。負けたね。わあ。今日たまごめんなさい。自分で出す。な。じゃあ7500円だから。だから はい。組まれて組まれて使われてる。もう出たいじゃないか。何人乗ってる。何人乗ってる。13人だろ。13人。そこから高速代と、あとは車代を入れたら、スタートはね、運転手の給料、これはね、考えてるからね。最近、バスの人多いからね。今度のニュースね。行ったんだよ、あそこに。何？みんな触った。